おはようございます。あれ、今日この車どうしたんですか？これね、99にカラフォーカブリオレなんですけど、実はこの間皆さんご存知の通りポリスセンター青山で、まあ、オーダーということでやったんですけど、あの後実は電話もらって、川口さん、カラフォーのカブリオレで1台ちょっと分けありで車が出たんでどうですかって言われて、で聞いたらすごい内容が良かったんで、見てくださいよ。このまずボディカラーなんですけど、ボディカラー、これクレヨンっていう、僕はこの色すげえいいなと思ってて、だけど実際にオプションだと40数万円する高いやつなんで、まあどうなのかなというふうにやっぱ悩んでやめてたところだったんですね。だし、まあなおかつこれ見ていただいて分かるように、当然カブリオレなんで屋根開きになってますし、しかも見てください、カラフォーなんですね。4駆でオープンでっていう車あるんですよって言われて、で値段がまあちょっとわけあったんで少しみたいな感じに言っていただいたんで、ちょっとこっちでもいいかなと思って、この車実は僕が今回購入してしまいましたというのは冗談で、実はですね、まあこの車はオーナーカーなんです。お借りしてきました。こんな出たばっかりのカラフォーのカブリオレ貸してくれる人なんてなかなかまあいないんですけれども、今回この車を借りたのがアラカンのオーナーズカーシェアクラブというサービスがあって、これを使ってお借りしたということなんです。なので今日はこのサービスをご紹介したいと思います。この911カーラフォーカブリオレですけれども、992のカブリオレの場合は50キロまでの速度であれば走行中でもルーフの開閉が可能ということになります。このシフトの後ろのスイッチを引き上げると、このような感じであっという間にオープンエアモータリングが楽しめるということになります。搭載されるエンジンは彼らと同じ3リッターのフラット6のターボということになります。最高出力は385馬力、最大トルクは440ニュートンを発生して、これを8速の PDK を介して4輪を駆動するモデルということになります。あー、でもやっぱりカブリオレは本当いいですよね。まあその分値段も高くなるわけですけれども、やっぱり911でカブリオレを選べるというのは相当に通だなというところですね。そこは間違いない。オーナーズカーシェアクラブというシステムなんですけれども、これね、すごく安心して使えるシステムになってるんですね。というのも個人の車です。普通借りるのにはまあ、なかなかにちょっと気が引けるというか腰が引けるというか、そういう感じなんですけれども、このオーナーズカーシェアクラブの場合は貸す方も借りる方も両方審査があって、その審査を通らなければ貸し借りができないような会員制のクラブになっているということが、まずすごく安心できる部分なんですね。まず車を貸す側ですけれども、こちらはまあサービスに登録していろいろですね、こんな車があってどんな条件で貸すかというのを決められるんですね。だから例えば、まあ僕がオーナーだったとしたら、そうだな、年齢が30歳以上の人じゃないと貸したくないとか、運転歴がどのくらいじゃないと貸したくないとか、あるいは保険の等級が例えば11等級以上じゃないと貸したくないなみたいな、とかそういうことを条件つけて、まあ、貸す側はですね、サービスに加入できるということなんですね。じゃあ一方で借りる側なんですけれども、借りる側というのは当然このクラブに入るときに審査がありますので、まあ、例えばその反社会勢力であるとか、いよいよそういった問題がないということはもちろんのことですけれども、じゃあ実際に借りてその保険とかどうなんだろうという心配もありますけれども、これは借りる側の人ですね、この方が自分の車にかけている他社運転の保険、これを使用することによってカバーできるかどうかというのをアラカンがチェックしてくれて、そういったものをクリアした上でないと、まあ、入会ができないということですので、もう貸す方も借りる方もどっちも安心して借りることができるサービスになっているというのが特徴です。
さらに貸す側にとってはこの料金、貸した料金によって維持費や駐車場代に充てたりという使い方をしている方もいらっしゃいますので、実際に借りやすい場所に駐車場を借りてそこで貸し借りをして、その駐車場代は貸し借りの時に発生した料金で充当するというような使い方をしている人もいるということです。なので新しい車所有の形にもなるのかなと。そしてやっぱり借りる側にとって嬉しいのは非常にレアな車が多いというところで、例えば今回試乗している911のカラー4のカブリオレ、これディーラーに行ってもなかなか試乗車がある車ではないですので、そういう意味ではちょっと自分で車が欲しいんだけど一回乗ってみたい、でも試乗車がないみたいな人はこのシステムを使って、もしかしたら自分の希望のレアな車が見つかるかもしれないという、そんなメリットもあります。実際にランボルギーニなんかの超高額なスーパースポーツなんかもそうなんですけれども、試乗車がこの仕様はないということがよくあるんですが、そういった車もカバーしたりした実績も持っているというお話を聞いてますので、借りる側にとってはさまざまな使い方ができるものだなと思いますし、料金の方もリーズナブルに借りることができる、これもオーナーズカーシェアクラブならではのメリットと言える部分だと思います。でもとにかく何よりお互いにとっての安心があって初めて成立するカーシェアということなので、ここはとっても安心して使えるサービスだなと。それと面白いのはこの車、先ほども申しましたように2200万円という値段なんですけれども、もともとが実はこの車を買うことができるサービスにもつながってるんですね。それがカババというサービスなんですけれども、これどういうことかというと、このオーナーズカーシェアクラブの登録をしている車をそのオーナーの方が実際に売りたいというふうに考えたら、そのカババというサイトの方に提出することによって皆さんに見てもらうことができるというサービスなんですね。しかも単にこれ売りたいですというふうに出すのではなくて、この車が今相場でどのくらいなのかという、その実際の相場の値段も横に出ていて、それと比較して安く買えますよというようなことが、情報が分かったりとか、価値がありますよということが分かったりとか、そもそも荒川がですね、このカババの方で車を掲載するにあたってしっかりと査定を行っているんですけれども、その査定のシステムにのっとって価値をちゃんと測っていますので、それによって安心した売買も可能ということになります。そして何より珍しい車がある可能性が高いというところで、そういったサービスにもつながるということで、実際にだから乗ってみて相当に気に入った場合にはくださいということもできる、そんなサービスになっています。というわけで今回は、ね、皆さんを冒頭でちょっと冗談で騙してしまって申し訳ありません。私川口学がこの車を買ったわけではなく、たまたま最新の992のカレラ4のカブリオレ、これを貸してくださる方がオーナーズカーシェアクラブのメンバーだったということで、実際にオーナーの方にもお会いしましたけれども、非常によくしてくださって、すごく安心して借りれるなということを僕自身も身をもって体験しました。いや最高です。これはこの音、いやーやっぱカブリオレ最高だわ、めちゃくちゃ楽しい。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。さすがに今日は暑かったね。